北海道発牛乳パックで神相撲実況中継です。平成29年5月6月場所初日を迎えました。実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。牛乳パックで神相撲はおかげさまで8周年を迎えることができました。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてまあそれを記念してというわけではなかったんですけれども、土俵の改修工事にあたりまして、はい、先週もねご覧いただきましたがリニューアルしています。ご覧のようになっております。でパッと見もちょっと違うでしょっていう感じになっておりますけれどもね、観客席も後ろ側が見えるようになっております。ミホズが黒い服を着ると完全にただ単に観客席が宙に浮いてるように見えます、ね、その通りですね。ここ黒い闇闇なんですけど、ね、黒だとあれなんですね。これ宇宙的な感じになります、ね、いいじゃないですか。浮いてますね。浮いてるじゃないですか。近未来な感じがするじゃないですか。宇宙的なスペースですね。まあ、あの土俵も様変わりしまして、まあ、土俵の前のこの、ね、飾りも今場所も変わっています。5月6月仕様になっています。傘とかも見えますね。浩平さんが今回も作ってくださいました。ありがとうございます。観客席ですとかあと新しい土俵に関してもね、お手伝いをしてくださいました。本当にありがとうございます。さあではこの新しい土俵で跳ね具合も変わっています。ミボーさん特にあの幕下以下 の、はい、あの先週のトーナメントでは、はい、随分その変わったなぁなんていうこと言ってましたね。そうですね。なので動きがまたその投げですとか見せっていうのが、はい、もしかしたら増えてくるんじゃないかなと思いますね。そういった楽しみな要素もあります。初日の取り組みいよいよ始まります。北海道発牛乳パックで神相撲平成29年5月6月場所これより幕下トーナメントの取り組みであります。菅沼ダルマッシュに水戸千葉、東方菅沼ダルマッシュ静岡県出身アンビックベア、西方水戸千葉茨城県出身茨城ベア、これより幕下トーナメント1回戦の取り組みであります。観客席のひよこについてこれまで通りフレッシュの生配信の視聴者数に応じて客席にぎやかになっていくシステムでありますが、新たに加わった、制度としましてはひよこがあなたの分身になるという制度もあります。これ生配信をご覧の方のみでありますけれども、コメント欄で座席の指定をしていただくとあなたの分身とひよこが、あなたの分身のひよこが分身とひよこがたら2つになっちゃうね。完全に分身もかでも来てほしいね。そうですね。ひよこが座席に座ります。下の段が A の段、そして上の段が B の段であります。1から8まで、それぞれ番号が振ってあります。詳しくはフレッシュの配信の中の番組の紹介ページ、そちらをご覧ください。アキラさんですね、ありがとうございます。ヒールイーレって書いてくださっているんです。ビールイーレ、ビなのかなこれね、ビールですね。ありがとうございます。この後コメントに関しては少しの間お名前は読めなくなってしまいますけれどもご了承ください。さあ幕下のトーナメントです。まずはなんとベテラン同士から始まります。まあダルマ氏をベテランと言ってしまうとちょっとね、申し訳ない点もあるかもしれませんけれども、さあ最初の取り組みであります。くるっと回る水戸千葉が登場です。
相手は先場所は十両でした。菅沼ダルマッシュです。ちょっとパッと見もなんかいろいろ変わりますよね。こうやって画面も見てみるとね。はい、ダルマッシュは左側、右は水戸千葉35歳上がってきました。勝てば来場所は十両に昇進できるというそういう取り組みから始まります。いいかな、はい、制限時間いっぱいです。よし見合って、ぶつかりました。突っ張り合いです。両者下がって土俵際は突き出した。水戸千葉に軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して水戸千葉の勝ち。最後に手がついた水戸千葉ですが、先に土俵を割ったのはダルマッシュでした。ちょっとダルマッシュ下がってしまいましたね。水戸千葉の突きに耐えれなかったですね。水戸千葉が初戦を突破で来場所は十両のこれで返り咲きということになります。ベテラン頑張りましたね。そうですね、これでちょっと背中が来るみたいですね。あ、そういうことになりますね。ダルマッシュは残念ながら敗れました。次回はですのでまたトーナメントからの出場というふうになってしまいます。丸山主に札幌夕暮れの島、東方丸山主札幌出身タックベア、西方札幌夕暮れの島札幌出身札幌部屋、幕下トーナメント最後の取り組みであります。幕下はもう一番です。先場所十両だった丸山主と初めてのこの本場所の土俵です。札幌夕暮れの島22歳が上がってきました。勝てば十両関取りということになりますが、そうですね、この夕暮れの島は札幌の、札幌在住で、活動しているアーティストの大島理沙さんが作った力士であります。まあ、終わっちゃいましたけどキラキタ番組の、ね、中で、作ってくれたんですよね。そうですね。左丸山主、右札幌夕暮れの島、札幌勢同士、制限時間いっぱいです。よし、やって、今日はぶつかりました。距離が離れた、突っ張り合いだ。土俵際丸山主、両者下がっている。両者が土俵際、どっちが残るかという相撲になった。どっちが残る、突き出しは丸山主に軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して丸山主の勝ち。丸山主が勝ちました。札幌夕暮れの島、残念ながら十両昇進はなりません。初戦で敗れました。またトーナメントで頑張っていただくということになります。丸山主が十両復帰を来場所果たすということになった一番でした。幕下トーナメントの取り組みでありました。牛乳パックで上相撲実況中継です。平成29年5月6月場所、十両の相撲になります。牛乳パックで上相撲平成29年5月6月場所、これより初日十両の取り組みであります。厚別茶色の塔に西原西流、東方厚別茶色の塔、東十両7枚目札幌出身下トピックベア、西方西原西流、西十両7枚目熊本県出身西原村ベア、これより十両の取り組みであります。オープン幕が一番前についているの分かるでしょうか。めでたい感じになっています。牛乳パックで上相撲8周年、そして、リニューアルした土俵であります。ね、我々としてはもう年中めでたくあってほしいですね。そうですね毎日お祭り騒ぎでいいんじゃないかなと思いますけど。そうですよね、なんか紙相撲をやってる時点でという感じもしますもんね。毎日がスペシャルでいいんじゃないかなと思います。、ね、紹介もしたのでちょっと上げますよ。通常こういう感じでね、もうちょっと上を映してたんでね、いつも通りの感じにしたいと思います。もう24時間の時なんか特に、ね、もうずっとめでたくやっていいんじゃないかなという感じですね。ちょっと今日アングルがね、しっくりこないんですよ。ちょっとお待ちくださいね。初日ってこともあるんですけどね。
これこんな感じかな。ユーズさんもスケスケだっていう。そうそう。言ってたけど横もスケスケですよ。ね。ウィボーズさんのリアクションもすごいわかるっていうことになりますかね、これから。ちょっと待ってね。なんかちょっとあんまりしっくりこない。すごい斜めってますね、今日ね。ちょっと一回下げますね。ちょっとお待ちください、皆さん。コメントありがとうございます。下の A 席が空いているみたいなので、席は任せますということで。ありがとうございます。じゃあ次、下の A 席。次の観客のひよこさんは座ってもらおうかなと思います。まあ、そろそろでも人数的にいいですね。下の A 席を埋めていきます。はい、そうですね。はい、全然定まんないですね。ちょっとしばらく諦めたいと思います。観客席は曲がってないですよね。曲がってないっす、ね、曲がってないですよね、うん、大丈夫ですよね。曲がってないっすね。同じ平行の位置で、ね、多分こっちが悪いですよね。あ、いや、いいんですいいんです。そんな感じですよね。はい、とりあえずこれで、まあ、横がなくなった分いいんですけど、多少ずれててもいいんですけど、これでいきたいと思います。さあ、アツベツ茶色の塔、もうすでにね、紹介をしてくれましたね。下トピック部屋です。右は西原さゆり、こちらは熊本で生まれた力士です。つまりは新十両の2人の対戦となりました。制限時間いっぱいです。ぶつかりました。中に入ったのは西原さゆり。茶色の塔はどうするか。すくい投げ打っているのは西原左右。寄っていく。土俵際追い詰めた。浴びせに行きました。これも残した。もう一度寄る。外掛け決まった。アツベツ茶色の塔の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け。外掛けでアツベツ茶色の塔の勝ち。最後は足技。そうですね。そうですね。しかもこの体型で後ろに吹っ飛ばすっていう。塔は強いですね。強いですね。それではね。びっくりしました今。アツベツ茶色の塔が白星スタート。西原彩龍敗れて黒星のスタートとなった新十両の2人です。高倉号に東トンデンガに。東方高倉号東十両5枚目。福島県出身、福島部屋。西方東トンデンガニ、西十両5枚目。札幌出身、タック部屋。いきなり激しい決まり手になったわけで、新しい土俵の、まあ、そういう意味では成果の一つなのかもしれません。
重量はご覧の通り、9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。3勝すると勝ち越し、番付を上げることができます。左は高倉豪、久しぶりの重量です。福島県出身、対するは札幌市出身の右、東とんでんがに、こちらは新重量です。制限時間いっぱい、ぶつかりました、寄っていく、突き放して東とんでんがにの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して東とんでんがにの勝ち。最後当て方高倉豪間に合わず、まあちょっとね、手長いのがちょっと逆に余裕持っちゃったのかもしれないですね。立ち合いのぶつかり合い良かったですね。良かったですね。東とんでんがに勝って白星スタート。新十両、敗れた高倉豪は黒星のスタートです。郡山奈々ちゃんに夢の富士娘。東方郡山奈々ちゃん、東十両3枚目、福島県出身、福島部屋。西方夢の富士娘、西十両3枚目、静岡県出身、アンビック部屋。さあ、重量に落ちてしまった夢の富士娘、先場所は休場でこの位置に落ちてしまっております。この2人見るとね、なんか幕内の相撲のような気がしますけどもね、これだけ重量もちょっと層が厚くなってきましたね。はい、調整ですね。わかりました。はい、声のボリュームの関係ですね。はい、BGM はすいません、下げさせていただいております。てい、てい、いかがでしょうか。てい、てい、左は郡山奈々ちゃん右は夢の富士娘です。制限時間いっぱい、よしやって、いきょーのでぶつかりました、ので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 のただいまの決まり手は引き落とし、引き落として夢の富士娘の勝ち。夢の富士娘が白星スタートです。郡山奈々ちゃん、もうちょっと早く行きたかったですね。でも見事でしたね。郡山奈々ちゃん、浴びせがありましたが、残念ながら黒星のスタート。勝ったのは夢の富士娘です。休場明け白星のスタートとなりました。江ノ電丸に足別丹九郎。東方江ノ電丸、東十両筆頭、神奈川県出身、神奈川部屋。西方芦別丹九郎、西十両筆頭、芦別出身、芦別部屋。十両最後の一番であります。あ、そうですね、先場所は幕内でしたが、十両にまた落ちてしまってという相撲です。前の電丸もちょっと頑張って上がってほしいですけどね、なかなかちょっとね、十両が板についてきたと。前の電丸はそうなんですよね、先場所は十両で、勝ち越しをしてのこの位置、帰りに幕はなりませんでした。こちらも江ノ電丸も32歳になりました。32歳を過ぎると、まあ、先ほどに夢の富士娘がそうだったんですけど、引退のルールというのもありますので、途中休場をせざるを得ない、そういったルールもあります。ご覧のようになっています。5連敗すると引退、休場明け3連敗で引退、それを回避するための休場が年に1回することができます。夢の富士娘もさんなんですね。そうなんです、33歳です。お姉さんになったんですね。そうなんですよ。十両最後の一番です。左エノデンマル、右足別タングロ。制限時間いっぱいです。よしやっていい、今日はぶつかりました、ノコデノコデノコデ、バリアになって両者が同表情です。ノコデノコデ、足別タングロに軍配。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して足別丹九郎の勝ち。ちょっと江ノ電丸前出れなかったですね。立ち合いは良かったんですけどね。足別丹九郎が白星スタートとなって、江ノ電丸は黒星のスタートです。
初日の中継をお送りしています。牛乳パックで神相撲実況中継です。さあ、幕の内の取り組みに入る前に今日は番付紹介をここで行います。今場所の番付、なお番付編成は日比山さんにお願いをしております。この表もね、まあ、先代の田中さんから引き継いで日比山さんが作ってくださっております。なんといっても今場所は1横綱6大関です。いやー、すごい状況になりましたね。江戸みどりが約3年ぶりの大関復帰を果たしました。おかえり。そうですね。そして先場所優勝のチャラツナイジェが関脇です。来ましたね。着々と上がってきてますね、チャラツナイジェが。西に銀屏風も上がってきていますので、はい、これ場合によっては一応目安としては大関挑戦になるんですけど、はい、大関がこれ以上増えるのかというその辺の部分があるので、ちょっといつもよりは厳しく見られるんじゃないかという。僕個人的に逆にちょっと福島富士桜がちょっと心配ですね。今場所角番なんですよね。先場所1勝8敗で負け越しでした。今場所負け越すと関脇に陥落します。その時に入れ替えなどがあるかもしれないというこの関脇と大関、ね、桜地バッタ新三役です。こちらはね、地味に上がってきました。悲願の新三役ですよ。そうですね、鹿児島県出身。ドスコイ静岡が関脇から小結びに下がっています。今場所です。そして平幕の上位なんですけど、注目の力士がたくさんいます。ジャコジャコ香川照之も上がってきて来ましたね。ジャコジャコはね、ちょっとインパクトを残してきてますけれども、はい、香川照之もスルスルスルっと来ましたね。来ましたよ、先場所優勝決定戦まで来ましたから ね。 そ, そして2枚目にベテランです、東くん。41歳になりました。東くんはもう正直元気に頑張ってくれればそれでいいかなって思いますけど西の残機にも久しぶりのこの位置です。34歳です。こちらも室蘭さん、海ユーミはここ3枚目。意外とちょっと残ってますね。今場所はね、いやいや番付は落としてここです。川の海、札幌川の海もこの位置です。今場所も上位戦があります。この番付藤の飛び石込みにときて、そして魚雷イルカ池、クラーク羊が丘もここまで番付を上げてきました。なんかもっと実力あって上に上がってきて良さげな力士ですよね。ですね。そして注意はこの辺り、また戻ってきましたね。ここまでね、10枚目以下回はご覧のようになっています。なんと新入幕ゼロです。この場所はなるほど、これ珍しいですね。そうきましたか。いやまあでもね、でもその、まあ、頑張ってる力士も上がってきてますし、まあ、ちょっとねさっきその江ノ電丸も勝ち越したけど上がれなかったっていうところもありますし、まあ、その辺はねちょっとやっぱり周りのバランスも見てっていうところもありますので、はい、まあ、また今場所ちょっとみんな頑張ってほしいですね。中島宮城、そしてカスカビアン大ベテランも返り入幕を果たして、金木札幌山、白鳥橋先場所の十両の優勝です。そしてちょっと白鳥橋がまたここで見れるっていうのがね、幕の内でねワクワクしますね。十両ご覧のようになっています。こちら新十両が多いんですよね。先ほども紹介しましたが、はい、朝ゴールデンオロチ西岡艦隊、東トンデンガニ、マチコデラックス、ハッサムの山、小幌中井熊町、厚別茶色の塔、西原西流が新十両です。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。一横綱七大関になるって言いましたねさっきのね、ねえ、一連でしたから、まあ、ここのチャラツナイジェイ銀屏風あたりがね頑張ってくれる。目安としてはチャラツナイジェイは特に6勝から7勝を上げれば大関じゃないかという位置まで来ています。銀屏風も7勝を上げれば大関かというようなところまで来ていますがね、大相撲界で見ていくと実は7大関というのはないんですね、過去に。じゃあ行きま
ましょう。行っていいのかというのがちょっと番付編成の絡みが出てくるものですからね。今までもそのね横綱になれずに大関がちょっとなんか詰まってる状況今までもありましたけど。そうなんです。またできますねこれでね。もういい加減横綱がみたいな話にもこれはいよいよなってきそうです。ありがとうございます。大関が横並びのなんかねえ大関陣頑張ってほしいんですけどね。そうですね、横綱生まれてほしいですね、この辺りからね、そろそろね。そうですね、湘南の風の一横綱が続いています。キャラも立ってますからね、みんな。そうなんですね、大関は本当ね個性がありますから ね、 からね。年齢の概念がある牛乳パックで神相撲会です。今場所5月でありまして、年齢が一つずつ加算されています。一応の目安なんですけど、これねルールとして大関昇進は2場所の合計成績13勝から14勝ですけど、今6人の大関がいる状況でこれがそのまま適用できるか、ちょっとこれは番付編成会議ということにもなっていくんですけど。7大関はね、過去に横綱大関で8人いたっていう時代は大相撲界でもあるそうなんですけど、結構あるみたいなんですけどね。ただそれで7大関を許していいものなのかっていうのはちょっとこれね、番付編成の日比山さんとの相談も入ってくるんじゃないかなと思います。大関たくさんいるぞ。大関ばっかりなのね。大関ばっかりというのもどうなのかなっていうのをね思っておりますけれどもね。新たな力士のエントリーも待ちしています。7月デビュー分のエントリーに関しては6月の30日必着です。エントリーシート変わっていますので新しいものをお使いください。送り先も変わっております。なおこういったちょっと今携帯変わってますけど、型番がありますのでぜひ印刷してお使いください。もう一つ、24時間ありますよ今年も、はい。しかも近いですよ、6月の23日、もう1ヶ月切りましたか、はい、23から24にかけて行ってまいります。今回のメイン企画は牛乳パックで神相撲甲子園です。これはねコメントでいただいたのを使わせていただいて、そうです、はい、神相撲甲子園、いいですね。どんなようなルールで行われるのか、おいおい、なんとこれね3日目4日目5日目6日目あたりの中継の時には、はい、この中継が終わった後で予選会が地区予選が甲子園といえばほら、まあ、地区予選あるでしょ。予選ありますからね。地区予選が行われます。これあれですか、北海道も北北海道南北海道みたいなねえ。で今回甲子園なんですけど、ね、47都道府県で、はい、例えば49代表みたいなことになると予選会がえらいことになってしまうんで。いやまあね、でもギリバックで神妻はなんでもありですから、だからちょっとあれちょっとおかしいぞみたいなこともね、そもありなみたいなとこありますよ。えらいことになってしまうため、甲子園ではありますけど、各エリアごとの、はい、まあ、北海道から、ね、九州まで、まあ、沖縄もありますけれどもね、各エリアごとの予選というふうな形で地区予選というふうに行ってまいります。例えば、まあ、北海道ブロック、東北ブロックですとか、そんなような感じでね、行ってまいります。全国の力士の、まあ、チーム戦で行っていく甲子園、どうぞお楽しみに。その他宇野さんとしては絶対にやってはね置かなくてはいけない。そうです企画もありますから。もう一度として成功したことのない企画ありますから。3年越しに3年越しのね例のやつがジャンプが今回も行われるということですので。だってこのねその本場所とかでやってる中ではあんなに吹っ飛ぶのに、うん、もう本番になったらみんなもうなんかもうそっと雪になったというかもうなんか飛ばない、うんですよね、おとなしくなって、どんなことが起こるのか、いろんなことが起こりますから24時間配信どうぞ楽しみに。さあ
牛乳パックで紙相撲は幕の内の取り組みに移ります。牛乳パックで紙相撲平成29年5月6月場所、これより初日幕の内の取り組みであります。備前焼に世界最強のスポーツマンフロムハッサム。東方備前焼東前頭15枚目岡山県出身ほぼピンベア。西方世界最強のスポーツマンフロムハッサム西前頭14枚目札幌出身ハッサムベア。これより幕の内の取り組みであります。チーム戦ですとって書いてくれてます。ですね、まあ、バトルロイヤルとかはありましたけどね。今回は初めてになる。いやでも前に、まあまあ、あの何年か前にあるよね。お正月の時にレジェンドとの対決みたいなのありました、団体戦部屋別対抗戦っていうのが何年か前にありましたね、はい、確かあの時も団体戦でしたけど、はい、今回はよりよりバカかもしれない団体戦のルールがありますなんか年々のバカになってますよね企画ものがきっと去年はすごかったです。メイン企画が24時間のうちの10分で終わるというねあれだってもっといくと思いますよ。湘南の風100連勝に挑戦っつって2勝で終わったんだったっけね連勝ってしかもあれっすよ幕内の力士とかに負けたわけじゃないっすからね。あれですよね、もう引退しちゃったあのスーパーサイヤ人悟空札幌ですもんね。負けた相手がもうひどかったわそんなんばっかりっすよ。だから今年はどんなことが起こるのか。ですかね。さあ画面では、引退ルールです。先場所球場がありました備前焼です。あ、球場なかったんですね、先場所はあの不振でした備前焼、幕尻まで番付を落としています。もう球場ができません備前焼、41歳になりました。幕の内最年長の2人、備前焼と東くんが41歳になっています。ねえ、長く頑張ってほしいんですけど。そうですね、先場所は本当にリーチまで確か行きましたよね。危なかったですね。引退かっていうところでしたが、はい、なんとか1勝を挙げて、ただその後また4連敗で終わってしまったという備前焼です。幕尻まで番付を落としてしまいました。この辺ですよね、まあ、ちょっと力が落ちたのかというようにも言われてますが、どうでしょうか、まあね、大物食いする力士ではあるんですけど、全然もうなんか勝てないですよね。回しを引けば強い備前焼ではありますが、相手は押し相撲世界最強のスポーツマンフロムハッサムです。幕の内の最初の取り組み、制限時間いっぱいです。よし、やっていきゃい。ぶつかりました。寄っていく、回し引いた備前焼、中に入ったのはスポーツマン、寄っていく、寄り倒しは備前焼の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して備前焼の勝ち。初日白星です。なんかいいですね、マッチョブラザーズっぽい勝ち方ですねこれね。そうですね、うん、いいんじゃないですかこれ。41歳初日白星です。1勝0敗、敗れて世界最強のスポーツマンフロムハッサムは黒星のスタートです。白鳥大橋に直角乗り倉。東方白鳥大橋東前頭14枚目室蘭市出身室蘭部屋。西方直角乗り倉西前頭13枚目岐阜県出身岐阜米屋。さあ帰り入幕白鳥大橋です。久しぶりですね。久しぶりっすね。すごいいい回転をうまくうちでも見せてほしいですね。相手は三役の経験があります直角のリクラ、このところ不審ですねこちらは。そうですね、まあ、ちょっと最近その
小兵ブームが一瞬ちょっと落ち着いてるんじゃないかなって気がするので、はい、ちょっとここでまた小兵ここにありみたいなところを見せてほしいですね。先場所十両優勝で、ね、2回目でしたっけ白鳥橋ね、十両の優勝自体も、あ、3回目の優勝だったんですよ。そうですね、3度目の十両優勝を果たしたというのもなかなかそういう力士もいないんですが、そうですね、新たななんか門番みたいな形です。十両の十両の上がっては下がり上がっては下がりみたいな往復回数もちょっと数えておきたいですねそうですね、今後ね幕内と十両の往復湘南の風はバラエティに向かないんだねって書いてますね、まあ、ある意味美味しかったですけどやっぱりちょっと残念な気持ちもありますよね。10分ですからね。いや、あれはまさかここに負けるかっていう負け方でしたからね。一瞬シーンとしましたもんね。事実として受け止めきれなかったですよ最初。まして我々ね、もう12時間ぐらいやってる段階なんで疲れもありましたよ、一瞬ちょっと脳がね、あ、もう12時間以上だもうね、かなりやってる時だからね、土俵上で何が起こったか一瞬脳が受け止めきれなかったです一瞬静まりましたもんね、みんなまさかのですよ100連勝目指す人が2連勝で止まったんですからねまあ嫌ですよ、だからだん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 少しずつ強くしていく感じだから最初弱いはずなんですよね。そうそうそう、一番弱い力士からやったんですよ。ひどかったなあれは左土俵上白鳥大橋、帰り入幕、右は直角のリクラーです。制限時間いっぱい、よしやっていきゃ、ぶつかりました、中に入る直角のリクラー、寄っていけるか、足をかける、寄っていく、寄り切りました、直角のリクラの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って直角のリクラの勝ち。白鳥大橋は回れません。ちょっとそうですね、頭でそのまま押されて下がってしまいましたね。直角のリクラ小兵白星スタート、敗れた白鳥大橋は黒星スタートです。金木札幌山に陽沢スクリーム、東方金木札幌山、東前頭13枚目、札幌市出身ハッサムベア、西方陽沢スクリーム、西前頭11枚目、静岡県出身アンビックベア。表情は金木札幌山です。金木札幌山も先場所十両から返り入幕となりました。まだまだ若い力士ですからね、こちらは。そうですね、さらに番付を上げたいところです。陽沢スクリーム足技があります。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃい、なので、ぶつかりました、なので、なので、足をかけていく陽沢スクリーム、離れた、なので、土俵際突き出しです。陽沢スクリームの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して陽沢スクリームの勝ち。最後は離れてしまった金木札幌、まあ、ちょっと我慢しきれなかったですね。陽沢スクリームが白星のスタート、敗れて金木札幌山黒星のスタートです。中島宮城にカスカビアン、東方中島宮城、東前頭11枚目、静岡県出身アンビックベア、西方カスカビアン、西前頭12枚目、埼玉県出身ホボピンベア。大ベテランのカスカビアン返り入幕です。中島宮城もここまで番付を上げてきました。なかなか中島宮城もね、ここから上に上がれない場所が続いていますからね。2人とも帰り入幕ですけど、ちょっとなんかここで一発トーンと上に上がりたいですよね。それこそ往復っていう意味ではね、中島宮城はかなりですよ、結構来てますからね。ねえ、出ては入って出入り激しいですねこのところカスカビアンもその一人です。39歳、中島宮城はまだ27歳です。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃ、ぶつかりました、
回しを掴んで、おっと引いていった。寄っていくのはカスタビアン。中に入った。ノドは寄っていく。寄る。押す。押し出し。カスカビアンの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出してカスカビアンの勝ち。最後回し切れましたけれども、押し込んでいきました。まあそうですね。そのまんまの勢いでいきましたね。若々しい相撲ですね。そうですね。カスカビアン勝って白星スタート。中島宮城黒星のスタートです。御殿場富士三世に長男トカゲ。東方御殿場富士三世、東前頭10枚目、静岡県出身アンビックベア。西方湘南トカゲ、西前頭12枚目、神奈川県出身神奈川ベア。ウェディビチェン、ウェディビチェン。先場所勝ち越しました湘南トカゲがまた一つのこれ浴びせブームを。そうですね、牽引していくかもしれませんよ。頑張ってほしいですね。ただ今日ちょっと相手が小兵なので、あ、そうですね、いぞりが怖いですね。怖いですね、うん、白鳥橋に久しぶりですね。橋頑張れと。そうですよね、うん、ありがとうございます。この位置で頑張ってほしいですけどね、はい、さあ湘南トカゲ、この力士も32歳になりました。結構いきましたね、年ねえ、かなり苦労しましたからね、途中。そうですね、若くして一度幕の内で活躍したんですが、その後トーナメントまで落ちてしまって、まあ、ね、怪我でもしたんですかね。まあ一瞬やっぱり自分のその相撲をどうしたらいいのかって悩んでる時期はあったんでしょうね。あの左画面、左の隅が浴びせていくときに先についちゃったりとかあったので、ね、ワイドビジョンブームも去って湘南トカゲも、ね、一緒になくなってしまった感じでしたからね。そうですね、それがまた戻ってきての湘南トカゲです。相手は御殿場富士三世、こちらも30歳。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のことで光りました。いぞりが決まったようです。御殿場富士三世の勝ち。ただいまの決まり手はいぞり。いぞりで御殿場富士三世の勝ち。綺麗ですね。綺麗に決まりましたね。まあ、頭のてっぺんに湘南トカゲの膝が食い込んで刺さってるんですけど、なんかこのまんまなんか背負っていきそうですからね、これね。まあ、誰もがあの予想はできたにしても綺麗でしたね。綺麗でしたね、このコンビいいですね。新体操ですか、また。新体操ですね。組体操するんですよ、ね、組体操みたいな競技がこれ、うん、あるってことですかね。サボテンみたいな感じで。御殿場富士三世白星スタート、湘南トカゲ黒星のスタートです。組沢熊兄弟に野田 R2D2。 東方組沢熊兄弟、東前頭9枚目、静岡県出身アンビックベア。西方野田 R2D2、 西前頭10枚目、千葉県出身カスカベベア。はい、ゴールデンオープンな館内からはあっさりって言います。そうですね、なんとなく、ね、予想ができたかもしれませんけれどもね、動きは綺麗にテコの原理が働いてましたね。そうでしたね。グミサークマ兄弟とベテランノダール 2D2、 37歳です。こちらもね、先場所勝ち越して上がってきました。両者押し込んでいきたいところです。制限時間いっぱい。よしみやっていきゃい。野田ぶつかりました。中に入ったのはグミサークマ兄弟。ここで突き放すのはノダール 2D2、 後ろを取った。出し投げ打っていくか、残している。くるっと回るグミサークマ兄弟。両者土俵際で突き放した突き出し。野田 R2D2、 野田 R2D2 の勝ち。物言い、物言いです。今場所初めての物言いです。ここで突きました。勝負審判元横綱タックです。いや、確認なんですけど、足、まあ、ついてそうでしたけどね。ちょっと見ておきますか。見ておきますか。こそこそしてるでしょ、はい、これあの大相撲でも同じことやってましたよ。こそこそしてですか。あのマイク、集音マイク使ってましたよ、こうやって。マジですか。競技の内容パクられてますよ。パクられてますね、大相撲に。それは
パクリなのか分かんないですけど、見てました今ちゃんと。僕は見てましたよ。あなた見てました。私あんま見てなかったですけど。なんで見ないですか。何のための時間だったんですか今。もう一回見てください。分かります。いや、僕は見てましたけど。大丈夫でしたよね多分ね。大丈夫だったと思うんですけど。忘れてなかったですよね、はい。この時間返せって言われますよ。そうですね、後で動画1回再生分返せってなるんですよ。ほんとね、今日時間ないんすからあんまり。そうですよ。大丈夫ですね、ついてないっすねこれね、はい。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は野田 R2D2 に上がりましたが、膝がついているのではないかと物言いがつきましたが、確認のための競技であり膝はついておりませんでしたので、軍配通り野田 R2D2 の勝ちであります。野田 R2D2、 ただいまの決まり手は突き出し、突き出して野田 R2D2 の勝ち。際どいですよね、その膝がね。そうでしたね、すぐつきやすいので。ねえ、あのなんか集音マイクでやってましたよ、この場所。やってたんですね。バカなんですか。審判団の喋りをね、うん、聞こえるようにやってましたよ。バカなんですか。ただ向こうの審判団はきっと動画ちゃんと見てると思うんですよね。動画っていうか、ね、ちゃんと話し合いをしてると思うんですよね。ねえ、してると思うんですよね、うん、我々はそれ以外ひどいもんですね。初南桃の海に一式はじめ。東方初南桃の海、西前頭九枚目、札幌出身ハッサムベア。西方一式はじめ、西前頭八枚目、静岡県出身アンビックベア。リニューアル土俵で力士の動きが元気なのかと思ったら画質も上がってて細かい動きがよく見える、いつの間に。よく気づきましたね。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、はい、ちょっとだけ上げてないですね、じゃあね。そうなんですよ、これ段階的にもう少し上げれたら上げようかなと思ってます。いや別にそれ見たくはないと思うんだよみんな。いや、それは別に見たくないと思うんでアップします。ほら、滑らかにくねくねしてる。多分ね、多くの方が知らねえよって言ってますよ。そこじゃねえしって言ってますよ、多分。ほら、くねくねも滑らかに動く。左初南桃の海、右一式はじめです。小兵の2人、制限時間いっぱい。よし、やって、今日のぐでつかりました、のぐで組み合った、のぐでのぐでのぐで、ここでもう一度突き放すか、のぐで前に行くの、初南桃の海、寄っていく、土俵際、両者離れている、どうか、一式始めに軍配です。物いい、物いいです。ここも物いいです。タック勝負審判、元横綱タック同じなんですけど、さっきと一応見ておきたいなって思ったんですよね。どうぞ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 。ちゃんと見てくださいよ、ね、次はちゃんと見てくださいよ。ところ叩きやすいです。関係ないでしょ、今その話じゃないんだから。ほら今大事なとこ来るから。ほら、どうでした今。今、いや、ついてなかったんですよ。ついてなかった。あ、そっちが近かったですもんね、わし的にはね。違ったっすよ。じゃあいいってことですかね。あ、いいってことですね、これはね。いいはい、今、ついてなかったですね。ついてなかったですね。あ、よくつかないですね、これで逆に。そうそうそう。うまかったですよ。そうそうそう、そう。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は一式始めに上がりましたが、そう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 ってことなので残っており、一式始めの勝ちであります。ただいまの決まり手は、そう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 。いや、突き出して、意識始めの勝ち。そう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 。錦山さんみたいやで、よく跳ねるなって言ってます。ありがとうございます。そうだったですね、確かにね。最後は離れましたけどね、初田桃の海が土俵を割ってしまいました。惜しかったですね。よく残りましたね、今の意識始めね。あの危なかったっすよ。あのままポンってね、
には膝がついてもおかしくなかったんですけど、錦織めが白星スタート、初南桃の海黒星スタートです。名古屋タクト山に備前長船、東方名古屋タクト山東前頭八枚目、愛知県出身愛知部屋、西方備前長船西前頭七枚目、岡山県出身岡山部屋。幕内でもおなじみとなった2人の対戦と言ってもいいでしょう。名古屋タクト山と備前長船です。押し相撲の備前長船、足技あるか名古屋タクト山です。制限時間いっぱい、よしみやってきゃー、名古屋ぶつかりました、名古屋おっと、変化したか、タクト山横取りに行く、ですが前に行くのは備前長船、名古屋押し返すか、タクト山足をかける、いい相撲になった、寄っていくのはタクト山、足をかけている、かけている打ち掛け逆転、備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は打ち掛け、打ち掛けで備前長船の勝ち。いや、足の掛け合いでしたね、よかったんすけどね、備前長船がよ、まあ、うまかったですね、一瞬の隙つきましたね。まあそうですね、手数はタクト山かなという、そうですね、しかも力で押していけたのがすごいなと思ったんですけどね。そうでしたね、備前長船が白星、敗れて、名古屋タクト山黒星のスタートです。駿河吉に清水ロケット、東方駿河吉東前頭6枚目、静岡県出身アンビックベア、西方清水ロケット東前頭7枚目、清水町出身清水町ベア。3、2、1、ねえ、清水ロケット、ね、今このタイミングであんまり飛ぶ映像っていうのはね、あのよろしくないかもしれないですけどね、とてもよくないですねロケットを飛ばすっていうのは、ね、とてもよくないですね、3、2、1とかねよくないですねあんまりね、カウントダウンはねそうだと海坊主が笑顔で映ってればいいですかそうだね、拍手してるね、笑顔でこうやってやっとけばいいですかねえ俺だって笑顔、こう拍手映るんですよね、映っちゃうんすよ、ね、満足そうなね、そうですねそうで左が駿河吉です、それは正解ってくれてますけど、どれが正解だったのかちょっと今これが正解なんでしょうかねこれが正解だったことですよ駿河屋氏はこのところ相撲の内容が変わって前に行く相撲になりました。番付もかなり上げてきています。清水ロケットはもうベテランの域、33歳です。前に行きたい両者、制限時間いっぱい、よしみやっていきゃー、名古屋ぶつかりました、名古屋寄っていく、名古屋足をかけて清水ロケットが出るか、清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って清水ロケットの勝ち。潜っていきました。駿河屋氏も負けてはいなかったんですけどね、やっぱ最後の一押しちょっとやっぱ技が違いますよね。まあ抱え込んでのうっちゃりなどもねあるんですけど、しっかりと回しを引いていました。清水ロケット白星スタート、敗れて駿河屋氏黒星のスタートです。ティコツーミに一式込み、東方ティコツーミ西前頭6枚目、千歳市出身ほぼピンベア、西方一式込み西前頭4枚目、静岡県出身アンビックベア。メン、幕内前半最後の一番です。ティコツミからでっかんないでかいっていう声が、ね、でも戻ってきましたね、ティコツミ。いやー、この幕内でね、もう頑張、もっともっと頑張ってほしいですから。先場所は7勝2敗で優勝決定戦にも進出しました、はい、ティコツミです。実力のあるところしっかり見せています。一式込みは今場所は4枚目の番付です。先場所は惜しくも4勝5敗でした。潜っていきたい一式込み、ティコツーミは突き放したいところ。幕の内前半最後の一番、制限時間いっぱいです。よしみやっていきゃい、名古屋つかりました、名古屋
寄っていくマツコ2に、土俵際寄る、打っちゃうか、体を入れ替えるか、押し込み、寄っていく妨害、寄り切りました、ツコ2ミの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってティコツーミの勝ち。まあ、でもティコツーミ成長したなって思うのは、今のところね、イサミ勝ちに前はなってたと思うんですけど、冷静に少しずつ押して出しましたね。そうですね、大人になりましたね、相撲がね。ティコツーミはベテランになってそうですね。白星のスタート、敗れて意識込み黒星のスタートです。牛乳パックで紙相撲実況中継、平成29年5月6月場所初日の取り組みをお送りしております。今日は非常に晴れ渡った北海道は札幌です。気温も夏日までね上がりました。さあ館内の皆さんもぜひ一緒によいしょの掛け声お願いいたします。横綱の土俵入りです。東方より横綱湘南乃風土俵入りであります。横綱湘南乃風、露払い敷き込み、太刀持ち湘南トカゲ、行事は海坊主であります。あれ湘南トカゲあれ持ってんすかあれ頭でなんか引っかかってますけどでは館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょうなの、誰の24時間の時の黒歴史を言ったやつは。いや絶対黒歴史ですよね黒歴史として語り継がれるでしょうねずっと100連勝を目指した人ですからね後にも先にもこんな弱い横綱は初めてだみたいな、ずっとなるでしょうね。あそこで初めて湘南の風見た人はなんだこの弱いなってなったわけですよ。ゲーボックのコミュニティブの横綱弱いやろなっちゃいますね、あれはすごい伝説ですねあれでよく100連勝目指したなってなりますよね我々のその後の弁解のねいや強いんですよ本当はってあれは説得力のない弁解になっちゃいますよ本当ですよね、ショックでしたもん。いやショックでしたね、ショックを隠しきれなかったですねさあ土俵入りが終わりまして、館内からよいしょの掛け声ありがとうございます。ありがとうございます。中入りのコーナーがなんと初日なのにあります、はい、あるんですね、珍しいこのコーナーです。チャンチャンチャランチャ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 ランチャ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 ランチャ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 ランチャ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 ンこんにちは。5月30日火曜日情報ライブうなぎ屋です。新たな場所がスタートした牛乳パックで紙相撲、土俵が改修されリニューアルしたとのことです。一体どのように変わったんでしょうか。会場にリポーターの錦山さんが行っています。錦山さん、錦山さん、錦山さん、はい、錦山です。映ってますか。私錦山です。はい、今日ですね、あの錦山さん映ってません。え、錦山さんはい、私ですね、今日はですね、新しい、この牛乳パックで紙相撲の土俵ができたということで、リニューアルしたということで、来ております。錦山さん、いつから、スキンヘッドにしたんですか。いや、私スキンヘッドにした覚えはないんですけれども、今日はですね、観客席もリニューアルしまして、観客席の、中に私入っておりまして、あ、錦山さんいたいや、びっくりしました。ピンク の、 回しかと思いまして錦山もピンクですけどね、もともとは全然もう回しない。回しいや、私今回しつけてませんけどね前はつけてた気もしないでもないんですが、金網登ってますね。このですね、本当ロッククライミング機能がつきまして、非常にこれ楽しいですね。観客の皆さんも楽しめるということで、新しいこの土俵がですね、備わっているわけでありますけれども、
今日ですね、私錦山、広報の担当の、海坊主さんにお話を伺おうと思っておりまして今日ここに来ました。海坊主さん、はい、今回のこの、海坊さんは私から見えないんですけど私すいません、上に今いるものですから、海坊さんそこで喋っていただこうかと思うんです。海坊主さん、今回のこの土俵の、特徴など教えていただけますか。体力の限界です。いやー、本当素晴らしいですね。限界を感じさせない、素晴らしい土俵ができたということでありますけれども、本当ですね、この、ロッククライミング楽しいですね。今日ですね、錦山に挑戦ということで、海坊さんは来ていただいたというふうに聞いてますので、ぜひ新しい土俵の、ね、動きというのをちょっと試していただこうかなと思うんですが、いいですか。体力の限界です。喜んで OK してくださるということなので、錦山さん今すごいおかしなこと言ってますよ。錦山に挑戦って言いましたよ。錦山が挑戦でしょ普通。海坊さんは挑戦する気ないと思うんですよ。あなたにどんだけ偉くて、錦山に挑戦ということで、ちょっと私がですね、受けて立ちたいと思います。どうしてもやりたいっていうんでね。それではお願いします。ミョットミョット、体力の限界です。負けました。じゃん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 、錦山さんだからさ。じゃん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 、BGM なくなっちゃったよ。牛乳パックで亀島実況中継です。観客から錦山さん笑いって言ってます。ロッククライミング機能はついてないですからね。勝手な、また勝手なこと言ってましたよ。勝手に、もう腕がここに挟まるもんだからね、うまいこと、ね、勝手に登ってますけど。何ですか、錦山に挑戦ってコーナー。いつの間にあんな偉くなったんですか、錦さん。普通にチャレンジする海坊さんの海坊さんだけど、しかも圧勝してるし、普通に負けてましたよ、錦山さん。海坊さんはじゃあ何なんだってことになりますけどね。何なんですかね。海坊さんはこの牛乳パックで紙相撲界で相撲を取ったことないはずなんですね。そうですね、この海坊さんね。錦山さんは三役まで行ってるんですよ。そうですね、確か。結構いいところまで行ってますからね。関脇が小結びだよね、確かね。行ってます、行ってます。ねえ、うん、でも今の負けっぷりはひどかったですね。そうですね。錦山さんって書いてくれてますね。錦山さん、惜しくも負けた。惜しくも。優しい方がいらっしゃるね。惜しくもって言ってくれて。さあ、牛乳パックで紙相撲実況中継、この後は幕の内後半戦です。少しインターバルの時間をいただきます。その後後半戦をお送りしてまいります。3分後から5分後ぐらいがスタートします。再開します。少しお待ちください。
牛乳パックで神相撲実況中継をお送りしております。皆さんコメント前半戦ありがとうございます。ここで、書いてくださってる方お名前ね紹介をいたします。焼きみりもさんありがとうございま す。そして、カーズンさんありがとうございま す。アッキーさんありがとうございま す。ね、カーズンさん途中でまさかひっくり返るとはって書いてくださってました。よいしょの掛け声アッキーさん、そしてアキラさんもありがとうございます。焼きみりもさんもありがとうございます。アキラさんが鬼山さんって書いてある。ありがとうございます。さあこの後は引き続き後半戦どうぞお楽しみください。今日は、初日の取り組みと同じこのページで2日目も引き続きお送りしていきますので、だいたい6時過ぎくらいまでお楽しみください。ちょっと長丁場ですいませんけどね。では後半戦です。北海道発牛乳パックで神相撲、平成29年5月6月場所、これより初日幕内後半の取り組みであります。富士の飛びに札幌川の海、東方富士の飛び東前頭4枚目、愛知県出身愛知米屋、西方札幌川の海西前頭3枚目、札幌市出身おにぎり温めますか米屋、これより幕内後半の取り組みであります。幕内後半です、ここから先のテロップですけれども、先場所の最終結果も交えてご覧いただきます。さあ富士の飛び、そして札幌川の海、まあ実力者と言っていい2人の対戦から始まります後半戦です。川の海はおにぎり温めますかテレビの番組です、その中でオクラホマの芸人のオクラホマの藤尾さんが作った力士です。対する富士の飛びは、我々名古屋に行った時名古屋の交流会で作ってくれました。両者押し込みたいというそういった中でしょう。コメント欄はカレーありがとうございます。やっぱりね天才なんだと思うんですよね、はい、我々じゃ想像つかないところからの鋭角なところからのコメントなので、うん、やっぱりこれカレー重要なんだと思うんですよ、はい、こうカレーの要素があるんですよ。あるんですよ、我々には気づかないカレーの要素が。そうなんですよ、きっと言葉の端々にねカレーの要素があったんですよ。ひょっとするとね、今夜 あのおにぎり温めますか北海道エリアの番組ではカレーが出てくるかもしれない。もうあのもうおにぎりの中にねそのカレー最近あるんですけど冷凍で、あーありますね、具をこう入れておけば食べる頃にはちょうどいい、あれカレーですから、ね、はい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 、それかおにぎりそれか。川の海もうつっつかれてるって書いてある。やる前から後半戦制限時間いっぱいです。よしやっていきょうのぶつかりました。引きつける札幌川の海、川の海に軍配です。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して札幌川の海の勝ち。勝負は一瞬でした。これですね、あの富士の飛びの弱点ここなんですよね。先にしゃくり上げ
日本の一番です。ああそうですね、尻尾がついています。ここを克服したいんですよね。そうですね、富士の時は下から潜り込まれるのどうにかしたいですね。札幌川の海が白星スタート、富士の時黒星のスタートです。またやクラーク羊が丘、クラーク羊が丘、東方クラーク羊が丘、西前頭5枚目札幌出身札幌部屋、また銀屏風、銀屏風、西方関脇銀屏風、室蘭出身室蘭部屋。先場所幕内優勝決定戦まで残った2人です。銀屏風は特に途中単独の先頭に立った、そういった日もありました。惜しかったですよね。惜しかったですね。優勝決定戦で敗れています。クラーク羊が丘も実力ありますね。この猫パンチはやっぱり強烈ですよね。銀屏風は成績遺憾では大関のチャンスもあるという今場所です。押し合いになりそうなこの両者。制限時間いっぱい、よしやっていきゃ、ぶつかりました。押し合いです。予想通り横に入ったな、銀屏風、銀屏風の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して銀屏風の勝ち。全然わかんないの、はいはい、これで昨日はカレー温めました学校から帰ってきましたケーキありがとうございます。いいですね今のリプレイ映像にはもってこいなコメント。昨日はカレーちょっともう一回ね、うん、もしかしたら多分何かヒントがあったかもしれないんで、そうですね、その一番とカレーに関して考えてみましょう、うんうん、昨日はカレー温めました、学校から帰ってきましたケーキあ、最後勝負決まったのはケーキでした。そうですねで、どっち勝ったんでしたっけ金屏風です銀屏風勝って白星スタート、クラーク羊が丘黒星のスタートです。かたやチャラつないじゃい、チャラつないじゃい、東方関脇チャラつないじゃい、室蘭市出身室蘭部屋、また魚雷イルカイケ、魚雷イルカイケ、西方魚雷イルカイケ、東前頭5枚目愛知県出身愛知部屋、レッツチャンプ。さあ、先場所の優勝力士チャラツナイ J です。まあその前の場所は苦労したんですけど、そうですね、先場所は特に何がどの部分が良くなったと言えるんでしょうかね。まあでもやっぱり思い切りが良くなったところはあると思いますね、まあ、自分の相撲を信じてっていうところ。なんかあれですね、高安関みたいですね。そうですね。それを考えると、ちょっと苦労したみたいなね。いやー、ね、そこあると思いますよ、やっぱり。一気に大関に駆け上がることができるか、チャラツナイジェです。相手は魚雷イルカイ系。こちらも幕内最高優勝の経験が一度あります。かなりからレッツジャンプ、ありがとうございます。さっきの一番猫パンチ気勝つ。そうでしたね。そば。来ましたよ。来ましたね。温めるシリーズ来ましたよ。左はチャラツナイジェ。初日はどうか。相手は魚雷イルカイケ。こちらもさまざまな技を持っています。制限時間いっぱいです。よしやっていきゃ。ぶつかりました。押し込むか。もっといずりかどうだ。残している。残している。魚雷イルカイケ。掛け投げかどうだ。魚雷イルカイケの勝ち。初日チャラツナイジェ黒星。ただいまの決まり手は内掛けで魚雷イルカイケの勝ち。しかもこんな負け方あるんですね。魚雷イルカイケが足をかけていました。で中で一回魚
ですけど、そうでしたね、はい、この辺り止まったんですね、はい、残していました。最後は負けちゃった。チャルズ AJ 初日黒星です。こんな負け方するとは、まあ、新しい土俵の何か特徴でもあるんでしょうか。これ動きがやっぱ活発化されますから、跳ねすぎるとっていうのはあるかもしれないですね。あるいはね、それこそ24時間の、ね、はい、話をずっとしてたんで、そのジャンプのことに聞き取られちゃったかな。ちょっとそこ意識した部分はあるでしょうね。ねえ、親方もそのジャンプを意識して作ってくれたそうですから。ヤギミリも親方がね、今日も来てくださってましたけどね、ジャンプのために作ったはずが幕の内最高優勝ですから。そうですね。分かんないもんですね。分かんないもんですよ。魚雷イルカイキは白星スタートとなっています。方や室蘭さん海海、室蘭さん海海、東方室蘭さん海海、東前頭三枚目、室蘭市出身、マスクド海海部屋。また江戸みどり、江戸みどり。西方大関江戸みどり、東京都出身、ほぼピン部屋。分かんないから。この後情報ライブうなぎ屋です。結婚式を終えた松竹さん、この後記者会見の様子を中継でお伝えします。いいですね、ありそうですね。裏でやってるんですね。ね、チャラツナイジェン負けたっていう声も来てます。さあ3年ぶりです、大関復帰、江戸みどり35歳。3年間、大関からはまあ遠ざかっていた江戸みどりが戻ってきました。3年間ですから、紙相撲年齢に直すと9年ですからね。そうですね、26歳とかそのあたり経ったってことですね。結構経ちましたね。さあ若い室蘭さん海海が挑戦します。先場所は跳ね返されました。そうですね、ね、三役で、はい、その影響がなければいいんですけどね、今場所。まあちょっと気持ちを切り替えてまた一からっていう気持ちでやってほしいもんですね。奢ることなくね、終盤は頑張りましたからね。そうですね、結局3勝6敗でした。さあ大関返り咲きの江戸みどりがどんな相撲を見せてくれるか。一気の押しは健在です。それこそね、大相撲界でいうと琴奨菊関がね、はい、関脇に落ちてまた負け越してしまったんですけど、頑張ってほしいですね、ここから。そうですね、江戸緑のように、はい、大関返り咲き江戸緑です。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ぶつかりました、がっちり組み合った、押し込むな、江戸緑、はたいた、残している、海見残している、そのまま釣り上げるように出る、押し出します、寄り切りました、江戸緑の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って江戸みどりの勝ち。最後はなんかもう許してくださいみたいな。なんか土下座を、浮いた土下座をしたような感じになりました。もしがみつくのがやっとみたいな。そうですね。情けない状況になりました。釣り上げに行くんじゃないかなっていう、ね、そうですね、感じでしたね。大関返り咲きの江戸みどりが白星のスタートとなっています。室蘭さん海海、黒星のスタートです。方や西荻の山、西荻の山。東方大関西荻の山、東京都出身、ユーストトゥデイ部屋。また高畑不動明式神残機に、高畑不動明式神残機に。西方高畑不動明式神残機に、西前頭二枚目、東京都出身、ほぼピン部屋。わかんないからですね、はい、室蘭さん海海の頭がおかしいですよって。マスク限ってきてますけど、マスクがね、やっぱりね、とある事件があってからね、はい、あれなんですよ、やっぱ頭おかしいんですよね。どういうことですか。何かがおかしい。そこからちょっと調子も崩し始めてね。
マスク剥がされそうでしたもんね、今もね。さあ、西荻の山です。まあ、大関陣が本当頑張らないとって感じですから ね、 6人いますから今場所。相手はもうベテランの域です。残機に久しぶりにこの位置に上がってきました。34歳になっています。ほぼピン部屋、テレビゲームマガジンの編集部にお邪魔させていただいたときに、この力士は村田コレクションさんが作った力士です。だいぶ息の長い力士になりましたね。そうですね、うん、僕らのファミ通チャンネルとして今はね、ニコ動で配信を行っていますので、ぜひ、そちらの方もご覧ください。ね、編集長の水ピンさんの力士もね、カスカビアンがまだ頑張ってますから。そうですね、元横綱キリダンサーを作った水ピンさんです。さあ、土俵上、この西荻の山は IT ジャーナリスト綾野さんが作った力士です。今日だったかな、あのユーストトゥデイの皆さんが、番組のねユーストトゥデイの皆さんが台湾に行ってるんじゃないかな。いいっすね、台湾行ってみたいですけどね。台湾行ってみたいですよ。左一気に押し込むか、西荻の山、高畑不動明式神残機に足技があります。制限時間いっぱい。よし、やっていきょう。ぶつかりました。足をかけていく残機に寄っていくか、寄っていくか、寄る、残機に寄る、残機に寄る、残す西荻の山です。よく残している。離れた。両者土俵際、両者土俵際だがどうだ、残機に中勝ち。西荻の山初日黒星。ただいまの取り組みはブロックをブロックをいきなり出さないでください。座布団がないからとブロックをとりあえず落とさないでください。ただいまの取り組みは西荻の山に踏み出しがありましたので、高畑不動明式神残機の勝ちであります。いや、押し負けてなかったですね。いや、西荻の山が黒星。いきなり大関黒星スタートとなってしまいました。今の一番ね、立ち合いで前に出られませんでしたね。いや、完全に抑えられてましたね。足を中に入れようかっていう感じですよ。足を滑り込ませて前に、完全に嫌がってましたもんね、西荻の山。出られない状況でしたね。いやー、残機にがいきなり大関を、体格差関係ないんだなと思いますね。ねえ、そうなればインタビュールームに呼びますか。そうですね、西荻の山が黒星のスタートとなっています。高畑不動明式神残機に白星スタートです。片や東くん、東くん、東方東くん、東前頭2枚目、札幌出身東くん部屋、また福島富士桜、福島富士桜、西方大関福島富士桜、静岡県出身アンビック部屋。放送席、放送席、情報ライブうなぎ屋のスタジオです。うなぎです、スタジオに高畑不動明式神残機にさんが来てくださいました。おめでとうございます。おめでとうございます。大関に勝ちましたね。しかしね、これで勝ってなんぼですか。勝ってなんぼですか。勝ってなんぼですかって言ったことです。あれはあれ、あれです、あれのことですよ。あれしか、ね、儲かりますの。言えないでしょね。どのぐらい。何しかこの、あの急にいやらしいのやめてくれません。あの初っ端からいやらしいんですけどこれ。
いやでこんな長く相撲を取ってたらだいぶ儲かったでしょ。いやー、しょっぱなからお金のお話ばっかりだろ。もっと相撲の話とかガバタじゃない稽古とかそういうの聞いてくれないんですかね。あ、稽古って1日あたりなんぼなの？だからもう今稽古ってって言った時点でもう絶対来るだろ。やる、儲かるでしょ。いいからいいから内容とか聞いてくださいよ。一回あれ足技とかやったら。いいから技でお金とか決まってないから。放送席どうぞ。結局中身はなかったですね。とりあえずお金の話しかしないですね。やっぱり基本やっぱりこの牛乳パックで紙相撲のリポーターの方は、はい、基本まともな人いないですね。やっぱり今のところいないですね。まともに人から話聞き出そうという姿勢が見られないですもんね。まず下手なのはしょうがないです。下手なのはしょうがないにしても姿勢がまず見られない。さあ、大ベテラン東くん登場です。41歳幕内です。相手は、福島富士桜カド番です。笑いの草が生えてます。おめでとうございますって普通に言ってくれてます。ありがとうございます。こういう姿勢が足りないんですよ。だからリポーター各員そうですね。そうですね。さあ、福島富士桜先場所1勝ですからね。大関でワーストの記録でした。ちょっと怖いですね。気をつけてほしいですね、ここね。初日です、ベテラン東くん。おっと、ちょっとお待ちください。ごめんなさい。ちょっとね、福島富士桜心配ですから、ちょっとここで一発なんとかしてほしいですね。制限時間いっぱいです。よし、やっていい。今日は逃れ疲れました。押し込むのは富士桜。中に入れない東くん、マジ掴んで寄っていくのは、いや、前道を取ったか東くん。ですが寄るのは富士桜。土俵際です。寄っていくのは富士桜。東くんこらえる。もう一度寄る。両者が土俵際の攻防になって、今度は寄るな東くん。マジ掴んでいる。寄る寄る。土俵際寄り切った東くんの勝ち。最後の最後で体を入れ替えていきました。ブロックを落とさないでください。座布団を投げないでください。いやー、こうなりましたか。やっぱりただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って東くんの勝ち。大ベテランが今場所も味のある相撲を初日から見せています。山根さん、確かにうまく中に入ったんすよね。最後の最後ですね。福島富士桜としては中に潜られたんですよね。こうなると苦しいですね。いやー、それにしても41歳です。いや、まだまだ現役感半端ないですね。やっぱりいいですね。まだできますね。これは、これは初日白星のスタートとなりました。敗れた福島富士桜はカド番で初日の黒星です。ちょっと心配です。片谷とっかり大将、とっかり大将、東方大関とっかり大将、室蘭出身室蘭部屋、香川照之、香川照之、西方香川照之、西前頭筆頭、石川県出身石川部屋。放送席、放送席、うなぎ屋のスタジオです。うなぎです。え、東くんさんも来てくれました。いや、41歳、儲かってるでしょ。いや、そうっすな、実際そうっすね。
あのザンキニさんと今そこ言いますけど、ザンキニさんと東くんさん合わせたらもうどんだけになるか。いやーもううわうわっすね。ねえ、うん、年齢だけ足しても74 75 数字好きですね、あんたあんた数字が好きですね。いやーこれどんだけ稼ぎましょうかね。稼ぎましょうか。いやまあまああとまだね、いろんなところに家で遺産庫は建てたいと思ってますね。ねえ、あと何年ぐらいやりましょう。ほんと数字好きですね。できる限りやりたいと思いますけど、何なんすかあんたは。お金の話はしましょう。でも何なんすかね。もう何歳でもいいじゃないですか。ねえ、マンションあと何個買いましょう。うっせえ、うっせえな俺は。放送席どうぞ。いやそれにしても波乱が続きましたね。やっぱり大関陣6人いるとっていうふうに言いたくはないんですけど、やっぱり以前もこれ6大関の時代あったことあったんですけど、やっぱり大関陣がだらしないって言われちゃうんですよね。こんなにいてね、そういうやはり矛先がね、話の矛先向いちゃうんですよね。毎回というか以前その時は横綱もいなかったんですけど、ねえあるんですよねこういうこと。まあ、ちょっとここいらで一発ね気合い入れてもらわないと、今日総崩れなんてなったら大変ですからね。さあ注目の若手香川照之が西の筆頭まで上がってきて、いきなり初日大関戦です。とっかり大将も30歳になりました。そろそろこれ綱取りへ向けてとっかり大将はね、あまり時間はないと言えますね。そうですね、初日制限時間いっぱいです。よし見合って今日は脱がない。つかりました、押し合いになった、離れた、香川照之の形、足をかけていく、寄っていく、のひょぎわ後ろ取る、残っている、とっかり大将よく残したが後ろもたれ、香川照之の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで香川照之の勝ち。川野さんを出さないでください。またまた大関が敗れました、初日から大波乱。そうですか、そうですか。いやこれだけ若手が伸びてるとも言えますけどね。いやそうですね、確かにもう香川照之なんて微動だにせず、そうですね、厳しいですね。ベテランが頑張れば若手もという感じの今の一番。ミヤネ屋さんがミヤネ屋さんじゃない。ミヤネ屋さんではないですけどね。とっかり大将もちょっとこれは、いやちょっとびっくりしたでしょうね、最初にあんなにうまくいなされたら。そうですね。ちょっと立ち合いびっくりしたでしょうね。黒星スタート、香川照之見事な勝利、白星のスタートです。片やジャコジャッコジャコジャッコ、東方ジャコジャッコ、東前頭筆頭、山口県出身ジャコジャッコ部屋、西方大関ノルベサノリア、札幌出身札幌部屋。ハドゥーハリー、放送席、放送席、うなぎ屋のスタジオです。いやー今日は賑やかです。香川照之さんも来てくれましたよスタジオに。いやー見事な勝利でありまして、いやー若いのにすごいですね。そうですね。ね、どうですか、モテるでしょ。モテますね。ね、今まで、ね、何人ぐらいの人言ってきたの。数えたことないですけどね。何すか急にこれは。5人いや相撲の話聞いてくれるんじゃないですか。いやもう毎日お金かかるでしょう。何なんすか。もうね、どっかへ引っかえで相撲の話しなさいよ。最後は後ろもたれ、今までもたれかかった女性の数。許さんぞ、許さん、東
東君もいるんでここにね。やっぱ大ベテランとしてはあの今後の生活どこが気をつけた方がいいとかアドバイスありますか？私ですか？ええ、あの足ちょっとねあのやられてるんでね、うん、気をつけたいと思いますけどね。ねえ、まあ、足やられてるとねやっぱりあのモテないでしょ。しっかりな、なんかそれはそれでしっかりだよ君。そうじゃないの。足丸くたってモテるよ。ああねえ、東くんも遊んだでしょ昔は。遊んで、これあの香川照之さんの時間でしょ。いや香川照之さん。はい。ねえ、あの2日目の大関戦。そうですね。儲けましょう。まあまあ、チャンスですから。もう勝ちも勝ちますけどね。ね、なんかお金のために勝つって思われたらちょっと嫌ですけど。大関だぞ。まあ、ザイヤらしいですね。お金と女の話っていう。それならまじも東君に対してとても失礼な感じでしたね、基本で。ねえ、東君の枠頑張ってんだからね。そうですね。さあ、ジャコジャッコです。大関に波動砲打てるか。そうですね、遠慮せず行ってほしいですね。いや、思いっきりぶつかってほしいですね。相手はノルベサノリア。今流れがちょっと挑戦してる側に向いてますから。そうですね。いやでも初日からこれ波乱ですからね。総崩れなんて日にはもう大波乱ですよ。ジャコジャッコも若手で力をつけてきました。ノルベサノリア、先場所はなんとかカド番脱出、5勝に終わっています。制限時間いっぱいです。よしやっていい、共演の腕ぶつかりました。立ち合い5分押し込んだ。ノルベサノリアの勝ち。ただいまの決まり手は掛け投げでノルベサノリアの勝ち。このジャコジャコまたパタンって簡単に倒れるんですね。そうですね、今の一番です。館内からここまで2大関敗れると来てます。ありがとうございます。で、足で跳ね上げるっていうのがノルベサノリアは得意技の一つです ね、このところね、はい、大関ノルベサノリアは勝ちました。白星スタート、ジャコジャッコは黒星のスタートです。片や後楽園、後楽園東方、大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。村田どすこい静岡、どすこい静岡。西方小結びどすこい静岡、静岡県出身アンビック部屋。後楽園誘致の僕たち、後楽園誘致の僕たち。さあ、ベテラン大関です。36歳になりました。後楽園、僕と握手と書いてます。さあ、相手は小結びに下がりましたが三役とどまったドスコイ静岡です。なんとかね、大関候補の一人だったわけですから、はい、踏ん張ってほしいですね。そうですね、まあちょっとね、相撲とは関係ない方向に発するしちゃったなっていう感はありますけど、ね、ああそうでしたね、はい、あれですよね、先場所の最後の優勝決定戦の、はい、ね、優勝が決まったところで出ちゃって最後あれかっさらったっていうか、周りちょっとシーンとしましたね。ね。あれはかっさらったではないですね。でもね、本人としてはやりきった感満載なんですけどね。ねえ。周りの空気としてはもうちょっと。ちょっと、あれは良くなかったですね。すごかったですね。さあ、結び前です。制限時間いっぱい。よし、やっていきゃいのぶつかりました。横を取りに行ったか、後楽園。押し込んでいく、後楽園出る、押し出し、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は押し出して後楽園の勝ち。まあ後楽園らしさが出てていい相撲でしたね。ちょっとどすこい静岡が立ち遅れたような感じの相撲になってしまいました。そうですね、立ち合いでちょっともう許しちゃいましたね。中に入られてしまいましたね。
後楽園白星スタートです。どすこい静岡初日黒星のスタートとなっています。牛乳パックで上相撲実況中継初日の結びの一番です。東湘南の風、湘南の風、西桜島田、桜島田、東方横綱湘南の風、神奈川県出身神奈川部屋、西方小結び桜地バッタ、鹿児島県出身鹿児島部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲全国交流会には NPO 法人タックの会、株式会社マルキ木田商店、ジャズデイ春日部小堤博志、公平、牛乳パックで紙相撲全国交流会には焼きみりも室蘭、未完成、163工房、大きいタシロン、カッシー、その他多数の皆様のご支援を頂戴いたしております。牛乳パックで紙相撲熊本の交流会の時に多数の皆様の、ね、ご支援をいただきましたけれども、今度の24時間の配信、その時にも今のような懸賞幕を出せるようになるという、そういったクラウドファンディングも実施する予定で考えております。ぜひ新たにここに名前を載せたいという方はこの6月23日からの、配信ご覧いただければと思います。初日の結びです。三大関が敗れるという波乱の初日になっています。さあ横綱はどうか。一人横綱、先場所はその中で7勝を挙げて優勝決定戦まで行きました。ただ優勝にはあと一歩届かなかった湘南の風、相手はその湘南の風キラーというふうに言われた桜島だった。新三役です。初日からですね。ねえ、以前は2連勝したことがあります。まあそれ以降は湘南の風がこの桜地バッターを攻略してはいるんですが、油断はでもできない相手なんですよね。そうですね。まあやっぱり立ち合いをどういかに押せるかっていうところでしょうね。一瞬の隙でも見せると、まあ、やられてしまいますから。立ち合いでしょうね。立ち合いです、ここで。初日の結びの一番、まあ、花を抑えられてしまっては前に出られないという湘南の風の、まあ、一つのウィークポイントもあります。初日の結びの一番です。制限時間いっぱい、よしやっていけ、ぶつかりました、押し合い、前に出るのは桜島バッタが鼻で抑えている、鼻を抑えている、押し込むのは桜島バッタ、桜島バッター出る、湘南の風苦しい、押し込むのは桜島バッター、押し出し、桜島バッターの勝ち、初日大波乱、ただいまの決まり手は押し出して桜島バッターの勝ち。新三役横綱を破りました。みんな出てこないでください。今の一番です。横綱の立ち合いどうでしたかね。一瞬怪しかったけど、まあこのまんまいけるかなっていう風になりかけたところで、ちょっとやっぱり桜島さんその鼻を少しいなしにかかり、まあ、ちょっとやっぱりこう斜め
桜地バッタが三役に上がって、そしてその初日いきなり横綱を破りました。湘南の風が黒星のスタート、湘南の風が初日に負けるというのは過去にはほとんどないような気がします。ねえ、2日目負けるということはたびたびあったんですけどね、ここ1年ないですね。油断しちゃいけないですよ。最初は初日は落とさない横綱だったんですけどね、ちょっとやっぱり最近そのまあちょっとまた調子が戻ってきたかなっていうところだったので、はい、まあ、桜島とも大丈夫かなっていうような余裕はどっかにあったんでしょうね。やっぱり、横綱になって初めてです。平成27年5月6月場所、ちょうどですから2年横綱になってから経つんですけど、初めての初日黒星になりました横綱湘南乃風。ざわついた中ではありますが弓取り式です。なお小結びですのでね、この牛乳パックで紙相撲ルールとして、インタビュールームには呼ばないということになっております小結び以上はね呼んでおりません。まあ別にこのルールも今後は、ね、考えてもいいですね。弓取り式は白鳥大橋であります。館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょ、よいしょ。初めてじゃないですか、多分。白鳥橋の弓取り式。弓取り式やるようになってからなかなかね、この出入りが激しくなったので、ね、うん、来てやってみてほしいなっていうところありました。初日は大波乱、一横綱三大関が敗れるという。この後2日目がありますけど、はい、これはちょっと予想してなかったですね。どうなるか今場所ってことですね、これ。湘南の風まで敗れております。よいしょの掛け声ありがとうございます。あ、なんか顔文字もありがとうございますさあ、まあ、もう波乱の幕開けになりましたので、いよいよ我々はもう今から予想ができない展開になっておりますが、このドラマはどのように進んでいくのか、どうぞご期待いただければと思います。今後の展開です。実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。晴れ渡って、そして今日は暑くなりました。北海道札幌からこの辺りで失礼します。2日目もどうぞお楽しみに。ものあるのに見上げた青空つながってるよ、ララ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 ラ、色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ、たどり着けない場所なんてどこもありはしないから。初日の中継をお送りいたしました。この後2日目、どうぞ引き続きよろしくお願いします。